んにちは、あおいです。今日はパンとの相性が抜群のじゃがいものカントリー煮を作っていきましょう。まあ、名前はねちょっと難しいかもしれないんですけれども、とっても簡単に作れるケチャップ味のじゃがいもの煮物になります。保育園ではこのじゃがいものカントリー煮とパンの献立の日はもう 100% 完食してみんな食べてくれますので、ぜひご家庭でも作ってみてください。それでは早速作っていきましょう。葵の給食室。今日はじゃがいものカントリー煮って言ってね、ちょっと聞き慣れない言葉なんですけれども、簡単に言うと洋風の肉じゃがです。なので材料は基本的に肉じゃがと同じようになりますので、じゃがいもはメークインを使います。保育園ではたくさん煮込みますので、煮崩れしにくいメークインを使うことが多いです。あとメークインだと形がこうシュッとしてますので、皮むきもしやすいので、調理のその時間短縮の関係でもメークインを選んでいます。それから豚もも肉です。豚もも肉は脂身が少なくって低価格で購入しやすいので豚もも肉を使います。と人参、玉ねぎと調味料はウスターソースとケチャップ、それからコンソメとお砂糖、これで煮込んでいきます。今日はウェブサイトの自動分量計算機の大人2人、子供2人の分量で作っていきます。では野菜を切っていきましょう。人参は今日は乱切りにしていきますので、まず子供用の乱切りは縦に4等分に小さく切っていきます。そしたらくるくるね、この形だと回せませんので、切り込み入れたら角度変えて切っていくっていう形でザクザクと乱切りにしていきます。玉ねぎは芯を取り除いて、玉ねぎは半分の長さのちょっと厚めの薄切りっていうのかな厚めにこのまま切っていきます。煮込んでしまえばかなり柔らかくなりますので、そんなに薄く切らなくて大丈夫です。じゃがいもは大きさによるんですけど、今日はねちっちゃめ使ってますので、このまま半月で切っていきます。かなり大きいメークインでしたら、このまたさらに半分に切っていちょう切りで切ります。でじゃがいもは煮崩れてしまうのと、それからお子様でも噛み切りやすい食材になりますので、ちょっと大きめに切ります。これぐらいのすごいちっちゃいのだと、もうこのまま切ります特に半月にもせず、特にね給食は本当に鍋の底の方が煮崩れて、最後お子様に盛り付ける時に形なくなっちゃうとねかわいそうなので、しっかりと形残してあげられるように大きめに切ります。まんべんなくね形あるものがいくようにしています。あ、でちょっと今喋りながらとか間違えちゃった、ここじゃなくって、じゃがいもは変色してしまいますので、それを防ぐためにお水につけます。でつけすぎも栄養素流れやすいので、だいたい5分ぐらい水につけたら、これをザルから開けて水気を切っておきましょう。で豚もも肉はお肉屋さんで発注するときはだいたい 1-2cm 幅でカットしてますので、ご家庭でもそれぐらいにカットしてください。そしたら材料を炒めてから煮込んでいきましょう。今日はね油ではなくて無塩バターを使って炒めていきます。で必ず塩分あるものだとしょっぱくなっちゃうので、無塩バターを使いましょう。今日はね洋風ですので、バターを使ってコクを出していきます。バターが溶けて温まったら、ここに人参と玉ねぎを入れて炒めていきます。今日はじゃがいものカントリー煮なんですけれども、一旦ここで先に具材を炒めておくことで、油でコーティングされて野菜の旨味がギュッと濃縮されますので、すごく美味しくなります。さらに炒めておくと煮崩れ防止にもなりますので、たくさん特に作るっていう場合は一旦ここでしっかりと炒めるのがおすすめです。でこのまま焦げないように玉ねぎが透き通るまで炒めていきましょう。でここでずっと炒めておくと大変ですので、こうやってちょっと放置して焦げそうになったらまた炒めてっていうのを繰り返していきます。ずっと台所に立っておくのもね大変だと思いますので、保育園でも他の作業をやりつつ炒めてっていうのをやってます。大体この量だったら5、6分ぐらい炒めて、人参と玉ねぎがしっかり炒まってきたら、豚もも肉をここに入れていきます。今まで順調に来てたのに噛んでしまった、ここで一度が必ず1回は噛むという。そしたらお肉は塊をほぐすようにしながら炒めていきましょう。
肉にしっかり火が通って色が変わったら、ここにじゃがいもも加えて炒めていきましょう。じゃがいもにもしっかりとバターをなじませてコーティングをしていきます。ここまではバターか油の違いかっていうぐらいで、肉じゃがとね全く作り方は一緒です。じゃがいも入れて 2,3 分くらい炒めて、しっかりとじゃがいもにもバターがなじんだら、ここにお水を加えていきましょう。でお水は煮込んでる間蒸発しちゃうので、まあ、そんなに分量はね気にしなくて、ちょっと多め、材料が少し浸かるっていうぐらいまで入れちゃって大丈夫です。そしたら沸騰するまで少し火を強めて待ちましょう。お水が沸騰したら、ここに先にお砂糖を入れて煮込んでいきましょう。お砂糖は食材を柔らかくするっていう作用があるのと、あと塩分よりも分子構造が大きいので、先に分子構造の小さい塩分を入れてしまうと砂糖が入りにくくなっちゃうんですね。なので先にお砂糖を入れて甘みと、それから野菜を柔らかくしてから最後に塩分を入れるっていう風にすると、煮物がすごく美味しくなります。結構ね、そういうこと知らないで先に塩分入れちゃって、なかなか食材が柔らかくならないっていうこと、過去のね私ありましたので、皆さんは気をつけてください。まあいろいろね、管理用紙になって学ぶことたくさんありましたね。保育園で失敗もしつつ、で今日のは肉じゃがと違ってだし汁も使いませんし、白滝とかもねここに入れたりしないので、肉じゃがよりも簡単に作れておすすめです。個人的にはねこのカントリー煮も大好きなんですよ何でも大好きって言ってるんですけど、これもね子供たちにもすごい人気でした。で洋風なので、このカントリーに出すときは結構ご飯よりもパンで出すことが多かったです。でお砂糖を混ぜ合わせたら、落とし蓋して少し野菜が柔らかくなるまでこのまま煮込んでいきましょう。煮込んでいる間は弱火で煮込みます。たくさんね量があって大量調理とかだと中火でガーッと煮込みますけれども、このご家庭用の量だったら弱火で煮込んでいきましょう。今だいたい5分ぐらい煮込んでいます。そしたら調味料を入れていくんですが、まあ、目安としてはだいたいじゃがいもにフォーク刺した時にスーッと中の方までしっかりと通るぐらい、ちょっと硬くても大丈夫です。しっかり中にフォークが刺さって割れれば大丈夫なので、ここで調味料を入れていきましょう。まずウスターソース入れていきます。ウスターソースと、それからコンソメです。コンソメとケチャップ入れていきましょう。これをねたくさん水分量を増やしてカントリースープっていうのをね作ってる保育園もあるんですよね。うわーいい匂いだよすでに美味しそうこれも大好きだから早く食べたい調味料が全部しっかり混ざったら、またここに落とし蓋をして、でこのウスターソースとケチャップがちょっとしょっぱいじゃないや、ウスターソースとケチャップがちょっと酸味がありますので、お子様ね酸っぱいと食べにくいので、もう少し煮込んでこの酸味を和らげていきましょう。なんか名前のねカントリー煮って聞いたりとか、洋風の肉じゃがって聞くとなんか難しそうな料理って思うかもしれないんですけど、本当にこれだけ、もう切って煮込むってだけなので、本当にね簡単、あっという間にできます。今だいたい弱火で20分ぐらい煮込んでいます。開けてみましょう。オープン。美味しそうって私しか見えてないね美味しそう。今ね20分って言いましたけど、実際はもう少しね長く煮込んだ方がより美味しくなります。うわちょっとね下の方崩れちゃってるな。優しく混ぜてこんな感じでしっかりとね染み込んで美味しくなってますって今なんか想像しちゃったしっかりね染み込んで美味しそうにできました。そしたら火を止めて、で煮汁が少し残っている状態でこのまま冷ますと、冷めていく間にも味が染み込みますので、このまま冷まします。で冷めたらね、また提供するときに再沸騰させるとより味が染み込んで美味しくなりますので、そうやって食べてください。早く食べたい葵の給食室。給食給食嬉しいな、おてても綺麗になりました、みんな揃ってご挨拶。それでは皆さんご一緒にいただきます。いただきます個人的にこれすごい好きで、
保育園で勤めた時も実は家に帰っても同じように作ってました。本当に大好きこれ。ではお肉とじゃがいもを一緒にいただこう。うん、柔らか、美味しい。このじゃがいもがすごいしっとりしてて、形は残ってるんですけど、もう箸でスッと切れるし、口に入れた瞬間にこのケチャップの味とからもってすごい美味しい。で最初に砂糖を入れてしっかり煮込んだのと、最後ケチャップを入れてその後酸味をねしっかりと飛ばしたので、こう酸っぱって感じよりもケチャップとかウスターソースの中にこうじんわりと甘みが効いてくるというような味わいになってます。で最後まあ、ちょっとねすぐ食べないで少し煮汁に浸して時間置いておいたので、じゃがいもにしっかりと味が馴染んですっごい美味しくなってます。でお子様はちょっとねボソッとしたものが食べにくいので、煮汁はちょっと残しておいて、お子様用には上からね少しかけて水分を多めにして出してあげるとすごく食べやすくなります。この組み合わせとパンの給食のレシピが本当に子供たちよく食べてくれていたので、もうぜひ皆さんこの洋風の肉じゃが、じゃがいものカントリーに作ってみてください。本当に美味しい、私も大好きです。 YouTube メンバーシップのお知らせです。メンバーシップに登録すると毎月保育園にお送りしている献立、葵の献立表の閲覧、限定生放送や食育講座への参加、未公開レシピ動画の閲覧など、他にもたくさんの特典をご用意しています。葵の献立表のサンプルやその使い方、メンバーシップの登録については概要欄のリンクをタップしてください。皆さんのご参加お待ちしております。生放送でもたくさん交流しましょう。